こんにちは、あやかです。今回の動画は、イギリスに行ったら絶対に行きたいと思っていたハリーポッタースタジオツアーに行ってきます。イエーイ。 I think you just kind of wait until you can, they let you go through. So once you get in, and then you go. やばい、めっちゃテンション上がる。入ってすぐまず目に入るのがこの巨大なドラゴン、グリンゴッツ魔法銀行の金庫版のドラゴンです。ハリーたちがベラトリックスの金庫から軍令箱の一つを奪い、このドラゴンでグリンゴッツから逃げ出すあのシーンが蘇ります。こちらは2016年に公開されたハリーポッターシリーズの新作ファンタスティックビーストの実際に使われていた衣装です。いよいよこちらがエントランスになります。ワクワクドキドキ。入ってすぐ原作者 J.K. ローリングの言葉が、 No story lives unless someone wants to listen。 直訳しますと、誰かが聞きたくない限り物語は生きられない、つまり聞きたい人がいるから物語は語り継がれていく。さて、なんといっても始まりはプリベット通りですよね。ハリーポッターにそんなに詳しくない方でもこのシーンは見たことあるはず。両親のいないハリーは意地悪なダーズルイ家のこの階段下の物置で寝ていましたよね。こちらのお部屋は全作品のポスターがずらり。なんとこれらのポスターは映画が公開されるだいたい18ヶ月前、通常原作が公認されたあたりからすでに作り始めていたそうです。さあ、いよいよやってまいりました。この扉はもうわかりますよね。そうです、あのホグワーツ魔法魔術学校の大広間の入り口。これを目の前にして興奮しずにはいられません。Linda Lovegood, and then Lockhart, John. Bathroom. Toilet in the bathroom, toilet. This is cord ring. Yeah. It's Harry and Ron the first year with the sweaters. It's the spiral.
しまう。長くない？It's me doing it, look. Yeah. You got the door to the door machine. Yeah. Personality and humanness of Daniel Dennehy. There are designers and there are production designers as too. We started using fiberglass sheets and then that became far too expensive, so we went back to using CNC. Now let's see you playing to the animal. Now let's see you.